これスプーン、はい、プロテインチャンネルです。久しぶりにプロテインを買ったので、ちょっとダメだな。テイク2、はい、プロテインチャンネルです。プロテインをネットで買ったので食べたいと思います。これなんだ、フリマアプリでペイペイのクーポンを使って1500円ぐらいで1キロ買ったんで、もうちょっとね、走りたい、練習走りたいんで筋トレしたいんですけど、多分これ更年期で落として、もう体だるくて、マジ足超重くて何もすることできない。これです、マイプロテイン。そうだよね、あれ、そうそうそう、自分のプロテイン、私のか、もうそうだよね、俺が買ったんだ。1キロナチュラルチョコレート味。これ猫がね、食べちゃう。立つね。で、昔、もう昔筋トレちょっとやってた時に、よし、歩いてね、プロテイン飲んでたんですけど、続かなくてね、なんか一気に1キロ、1キロは買ったか。でもね、全然見えない、画角に収まらないね。全然食べきれなくて、だから朝だから全然もうまとまんねえわ。水こんなもんかな、わかんねえんだよな、足んないかな。使い切っちゃったけど、群馬の天然水、これ2リットルで50円です。某群馬が本社の大型スーパーフェイシアで1本50円見えないか。これスプーン、怖っ。クーン、マッチョになるん、思いっきり飛ばしたよ、スケボー猫。戻れないんでしょ。飲もうかな、入れすぎたかな。はい、これを、シェイ、うーわ、振ります、スマップシェイク、手伝って、しないんだけどね。でもプロテイン、タンパク質、なんか更年期障害の原因っていうか対処法で、あのタンパク質を取れって書いてあったんで、ちょうどいいかもしれないですね。30代、まあでもなんか20代後半から落ちてくるとかって、でそれ治んのかな。20代後半で男更年期になったらもう残りの60年どうするの。ずっとこれの、これもう何もできねえ。
ケースも確か100均だな。何回かなんか溢れちゃうんですよね。いただきます。プロテイン。うまっ。うまいけど、甘いけど、すげえ出たの今。あ、これいいかも。プロテイン、違う、プロ 100g で387kcal エナジーだよね。ファットって脂肪だよね。 7.6g カーボヒドレート。カーボって何？カーボってなんだっけ。炭素。炭素？カーボってなんだっけ。プロテイン 72g。 え、そんな取れないよね。まあまあまあ、でもこれ結構有名な、多分安いし、なんか結構ポピュラーなやつなんで、また普通にいいやつ。言うてもプロ、どうなんだろうな。まあ大体1キロとか2キロとかで多く売ってるけど、まあ大体何千円か。まあ楽だしね。筋トレしてる人はいいけど、筋トレしてなくても飲んでもいいんじゃないですかね。更年期障害の人も。私のプロテインでした。いいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。